ございます。なんか前髪が変なになってた。今日はオルガン坂です。オルガン坂なので、今日何時に起きた？なんかね、めっちゃ早く目覚めた。5時、てかそう、1時間前に、あ、違う、2時間前に起きたの。4時49分とかに。で、なんか寝ぼけて、やばい、配信始まるって思って、めっちゃ焦ったの。でもなんか冷静になったら、あれ？何時からやるんだっけってなって、で結局我に帰ってって感じです。この配信では朝ごはんを食べようと思います。4時内ならそもそも配信できる。確かに今日のご飯はですね、コンビニで買ってきました。じゃあ見せますね、私の朝ごはん。昨日の夜買ったんですけど、何を買ったかと言いますと、あ、ちなみにファミマで買いました。まず一つ目はこちらです。私が最近ハマってる塩むすび。しかも見て、10円引きだ。なんか夜中さ、コンビニ行くとめっちゃさ、割引されてる。私はもう最近めっちゃ塩むすびに稽古期間からハマってて、これを食べたいと思います。あとはこれもね、これもなんか初めて食べるんですけど、キンパ、一口サイズのミニキンパっていうやつ。え、これも20円引きってなってて、なんか、え、もうほとんどあの配信の後になんかいいのあるかなと思って買いに行ったんですよ。が12時前くらいだったから値引きしてた。で、あとはこちらです。
これはカットパインなんですけど、なんとなんか急にパインが食べたくなって、コンビニでアマフルーツとか買わないんだけど買いました。これはカットパインなんですけど、なんと200円もしました。高っ。高級品。じゃあ食べたいと思います。割引ない。確かに確かに。これさ持つのかな結構。あ、いやでも6月8日まで意外と持つね。意外と持つ。6月4日の午後1時。あ、これ賞味期限はまだ切れてないですね。全然。全然大丈夫。じゃあいただきます。これから食べたいと思います。マジでなんか前髪、これ寝癖なんだけど。寝癖ついちゃった。いただきます。あ、めっちゃいい匂い。ごま油。ごま油。あ、でもな、まあいいか、こっちから食べよう。なんかいろいろ入ってる。たくあんと人参となんかスパムみたいなやつとほうれん草。いただきます。うん。シンプルだ。なんかセブンのしか食べたことなかったんだけど、何も美味しい。めちゃくちゃメイクしたと思われてるから、みんなに何時に起きたのって聞かれてたんだ。実際あれから二度寝して、その4時49分ぐらいに起きて配信しなきゃって思って、でもあ違うわ、あと2時間あるって思って二度寝して、次に起きたの6時50分なんだけど、なんか意外とさ10分でも朝って時間あるからさ、なんかぼーっとしてるけど、なんていうの、やることなくてリップ塗ったんだけど寝ぼけてたんでめっちゃ濃くなってメイクしたと思われた。美味しい。
これはファミマのキンパです。マジ美味しいのこれ。いただきます。キンパ食べた後だと味しない。美味しい。でも、これのさ、これもともと100円なん、あ、これ90円で買ったってことめっちゃ安いね。起きて10分でそんなに食べれるのか。だからさ、朝食まで時間かかります。確かにご飯とご飯だったわ。何も考えてさ、昨日の夜コンビニで好きなもの買ったけど、ご飯にご飯だった。でも美味しい。モーニングコンパスだんだん甘くなってきますね。余裕が出てきた。え、本当ですか。まだめっちゃ緊張するけど、まあ前よりはね。うん、おいしい。めっちゃいい天気かもしれない。非常に。明日からまた数日ずっと雨ですよ。そっか。きな粉をご飯にかけると美味しいですよ。でも餅に合うから絶対美味しいよね。昨日怖かったもんね。ゲリラ豪雨と雹と。びっくりした。キンパ食べた。
標となった。パパとめっちゃ同じこと言ってる。うわ、やっぱ言うんだ。何それ、流行ったんですか昔に。パパとめっちゃマジで同じこと言ってた人がいた今。好きなんだ。おはよう。おむすびお箸で食べて、うん。ふよってでもなりました。あれはびっくりしたもん、やばすぎて。データムって発表されたって。見てみよう。どこだろう、シェイタングッズ。あ、 AKB ショップ。何社の生誕グッズがトップ画面になってる。え、ツイッター、ツイッター見た。 AKB の公式。何であげてますか。AKB なんだろう、全然出てこないわ。自分の見ようと思ったけど探せなかった。あ、アメブロ。見てみよう。あ、7月号。これかな。
いねしたわこれ。そうです、私の生誕 T シャツはこんな感じのやつ、チェキの写真集めたやつで、こっちのこれは以上お天気でしたにした。トートタオル、あ違う、トートバッグと、なんだっけこれ、大きいビッグタオルみたいなやつ。あ、これ食べよう。超甘い。これ200円だわ。美味しい、マジ美味しい。なんかすごいさ、もうちょっと酸味を期待してたらめっちゃ甘かった。でも今口の中めっちゃ口内炎できてるからね、ありがたい。作ってあるとか、そのレベルで甘いです。甘すぎ、うまっ。ご飯がまだ、また今度コンビニ飯紹介します。私のおすすめ、食べ合わせやばかった。いつもお箸で食べてない。でもなんかおにぎりにリップがつくの嫌だったからこうやって食べました。本を読めば賢くなりますよ。勝手に賢くないって決めつけられた。でも本を読むことはマジで大切だと思います。私も7のカフェより飲みたくなっ、え、待って、そういうこと言われると飲みたくなってきた。
そういうこと言われるとね、何の本読んでるの？読んでない。セブンのコーヒー値上げね、昨日知った。でも私コーヒーあんま飲まない、カフェオレ飲む。セブンはあと3分、やばい。ランキングも S かわいいのスタイル、神セブンスタイル神すぎた、そのままありがとう。じゃランキングを読んでいきたいと思います。13位はりょうりょうさん、ありがとうございます。12位は YSA73 トマク、今日も頑張ってねさん、ありがとうございます。11位は島トマク7レンジャーさん、ありがとうございます。10位はヌーマトマク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位はトワタトマク7レンジャーさん、ありがとうございます。8位はシュアトマク名古屋さん、ありがとうございます。7位は茶太郎アットマークあやちゃんマース、あ、あやねちゃんのファンありがとう。6位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はケナアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位は梅ちゃん大阪毎日なんせすきべアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位は限定ショールームアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。そして1位はスイカの種アットマークのレンジャーさん、ありがとうございます。あ、あれやっとけばよかった。テロップ出すの忘れてた。ということで皆さんありがとうございました。今日はオルガン坂生徒会も配信されるのでぜひ見てください。次は9時から9時半でやります。じゃあでは、やばい、ありがとうございました。あんにょん。